一宮神社は、愛媛県新浜市にある神社である。社名は、新居軍の一宮として集計されていたことによる。旧社格は、県社。境内のくすの木の社層は、国の天然記念物に指定されている。この館長ら門から、太古代が入る、大三石神、大雷神、高尾神を主催神とし、県魚名型神を廃止する。創建の年代は不詳であるが、 古くより第三席神と祀っていたという。和道二年、大三島より大来人、高尾人を誕生した。義母の出身地でもあり、新居軍とは縁深い佐賀天皇の直眼所として、数計を受け、新号勢一位一宮大名人の額を賜る。天正十三年に起こった、天正の陣の際、毛利氏、小早川高影軍の焼き打ちに相承室。その後、 毛利氏に不幸が続いたために、たたりが降りたと恐れ、元那六年に毛利氏により再建された。この際、御分霊を長門の萩城下に勘定し文社を建て、厚く建てまつったという。法営二年、西条藩主、松平頼住が現在の社殿を造営し、西条藩六社に加えた。現在の社殿は、本殿が、宝永二年、拝殿が、明治三十年、平殿が、 第二次世界大戦後に建造している。2011年に起きた東日本大震災を機に体教診断の結果、2001年に起きた芸予地震で拝殿の柱が折れているところを発見した。拝殿と平殿を合わせた拝殿が2017年に新築された。神社は官庁街と接する市の中心部にあって、主要幹線道沿いにあるにもかかわらず、 国の天然記念物に指定された奥巣などの森に囲まれて静寂かつのどかな佇まいであり、日頃から地元住民の憩いの場ともなっている。拙者の祠を本殿の左より半時計回りに。毎年秋の新浜太鼓祭りでは神社がある川西地区の太鼓台が集合し、見合いり、書き比べを行い、多くの見物客で賑わう。また、各年で、 海上安全や放漁を祈願する船見行きと呼ばれる海上投御が行われている。ABC 愛媛新聞2014年7月10日付4面。ありがとうございます。